ファインダー越しに大きな杉の木を見つめる一人の男性、船尾治さん、62歳、杵築市在住の写真家です。これ1000年ぐらい経ってるあの木なんだそうなんですけど、ここにあるだけですごいなんか存在感みたいなのを感じるんですよね。そういうものをなんか写し取りたいなっていう気持ちで、あのちょっとシャッターをしてるんですけどね。カメラは独学で始めたという船尾さん。その土地に残る自然や文化、民族の歴史などをテーマに撮影を続けてきました。その船尾さんの作品が先月、写真界の直木賞といわれる土門拳賞を受賞。日本が満州を統治していた時代の市役所や銀行など、現在も中国に残るおよそ350箇所の建築物をモノクロ写真にまとめました。まあ、やっぱり自分がその今まで取り組んできた写真作品がね、やっぱりいろんな方たちに評価されたっていうのは、まあ、正直本当にあの嬉しい気持ちでいっぱいですし、およそ20年前に東京から大分に移住した船尾さん、神仏習合の文化が残る国東半島に魅力を感じたといいます。そんな船尾さんの世界観を知ることができる写真展が今 JR 伊布院駅のギャラリーで開かれています。テーマはインダス川の源流部。インダス川流域は船尾さんが25年以上にわたって通い続けた場所です。空の色も違うし、それからこの氷河っていうのは深さが何百メートル、あるいはもう1キロとかの厚さがあったりするんですけどもね、まあ、そういったものを見て楽しんでいただけたらいいかなと思ってます。大分には自分の撮りたいテーマが豊富にあると話す船尾さん。写真展は今月30日まで開かれています。